の槍クリュサオル。シリュウが向かったのはインド洋を支えるマンモスピラーだった。そこを守るジェネラルはゴールデンランスを構え、自らをクリュサオルのクリシュナと名乗るのだった。クリシュナよ、俺はドラゴンの。聞くまでもあるまい。何？名前など聞いたとしても無意味なことだ。数秒後にはこの黄金の槍ゴールデンランスによってお前の命は絶たれているのだからな。行くぞ、アテナのセイント。セイントとしての務めを果たす。アテナのセイントよ、よく来た。相手になろう。ラウンドワン、ファイト。攻撃のために引き起こした気流だ。ゴールデンランスをただの槍と思うな。この槍には全ての逆を差し貫く天の力が宿っている。汚れ切った地面を清め新たな世を築こうとする。お手入れの人は邪悪な奴だ。クリサオルが成敗してくれるわ。どっちが邪悪だ。無駄だ。勝手なことを言うな。本気にさせたいようだな。無駄だ。燃えろ、昇竜のごとく。ボタン昇竜。海の地燃え尽きようとも。ラウンド2ファイト。それ皆さん、何無駄だ。それ逃がさない。トゥノキュウキュウトゥノニ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 。ジャックは何か分かるか、ドラゴン。言い逃れするつもりか。お前たちがジャリでなくて何だ。この世界は人間だけのものではない。自然を、生物を、星そのものを汚し続ける人類に生きていく資格はないの。生きる資格だ。誰かが与えられるものではない。奪っていいものでもない。いかにお前が上がろうとも、この槍から逃れる。ゴールデンランスを攻撃しないから。ウィナー。最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。これぞ鍛錬の賜物。そろそろ引導を渡してくれる。くらえ、ゴールデンランス。そちらが最強の矛なら、こちらは最強の盾だ。防げ、ドラゴン。我が命の盾よ。勝負が決まったようだな。ゴールデンランスは防ぐことも叩き折ることも不可能なのだ。まるでドラゴンの盾などなきがごとく。薄紙でも貫くようにして俺の体を串刺しにするとは。防ぐことも折ることもできぬとは、一体どうすれば。こんなところで諦めてどうする、シリュウ。この声はカプリコーンのシュラ。
お前にはアテナを守るという大きな使命があるのだ。そのために俺は死ぬ間際に俺の持つ全てのものをお前に授けたつもりだぞ、シリュウ。なんだって？それではまさか。そうだ、シリュウ。お前の右腕にはこの修羅の魂が宿っているのだ。あのエクスカリバーがな。そうだ、俺は修羅の願いを託されている。まだ倒れるわけにはいかない。なおも立ち上がるのか。ならばもう一度くらえ、ゴールデンランスを。何？ドラゴンの盾がゴールデンランスを止めた。この盾の色はゴールド。盾だけではない、クロス全体がまばゆいばかりのゴールドに輝いている。クロスは自己のコスモを燃やさない限りはただの重い鎧に過ぎ、ゴールドセイントによって蘇った俺たちのブロンズクロスは俺たち自身のコスモの高まりによって限りなくゴールドクロスに近づくことができるのだ。いくらクロスがゴールドに近づこうとも、お前の肉体そのものはブロンズの力しかない。メッキが剥がれるのも時間の問題だ。なるほど、お前の言うことにも一理ある。ならば捨てよう、このクロスを。何？命の盾ともいえるせっかくのクロスを自ら脱ぎ捨てるとは。俺がゴールドセイントから受け継いだのはクロスだけではない。それに死と神一重、命ギリギリの極限までコスモを高めなければ、俺の右腕に宿る者を呼び覚ますことはできない。このシリュウ、全力でお前を倒す。今こそこのクリサオルが成敗してくれるわ。ラウンドワンファイト。言っておくわな、一度カリストへとなった奇跡などのやつは大きいんぞ。肉まで燃え上がれ、俺のコスモよ。ここだ、今こそ目覚めよ、エクスカリバーよ。お前の名を我が魂に名乗るがいい。勇士無駄だ。ドラゴン、シリュウ。シリュウ、私を本気にさせるのは大したものだ。しかしお前はこのクリシナの体内に眠る宇宙エネルギーを、ウンダイーヌを呼び起こしてしまう。大いなる光に飲み込まれて涅槃に旅立つがいい。何？本気にさせたいのか。何？本気にさせたいようだ。それ本気にさせたいようだ。本気にさせたいようだ。ラウンド2ファイト。それ無駄だ。それ暗黒の時代なのシリュウ。今こそ全てを見つめ戻して洗い引きを、新しい世界を作り上げる時なの。勝手なことを言うと、非常には苦にもない人々も多くいるのだ。新しい時代のためには多少の犠牲がやむを得ない。世界を委ねてたまるか。お前たちは、この時代を生み出そうとしているのだぞ。
イカさん、私の七つのチャクラから強打なら大いなる壁を打ち破ることなく本体に戻れようだな。七つの剣の剣王な、ウィナー見たか、これがセイントの力だ。これぞ鍛錬の賜物。シリュウよ、お前見事。勝った。シリュウ、ひどいや、体中に擦り傷や刺し傷がいっぱい。俺は大丈夫だ、キキ。それよりも柱を、インド洋のマンモスピラーを破壊しなければ。分かってるって。そのために同志からライブラのクロスを預かってきたんだよ。おお、ありがとうございます。老師、キキ、インド洋の柱はどっちだ。あっちだけど。シル、まさか目が見えないの。クリシュナのクンダリーニの光を浴びて、どうやら失明してしまったらしい。だがこの闘志がついえたわけではない。ロシ、このソードを使わせていただきます。クロスを持って先に行け。でも、シリュウの手当てもしないと。俺のことは構うな。アッペンデックスと言われようとも、お前もセイントを目指す男だ。ならばわかるはずだ。何よりもまず、大地の平和を、アテナを守るのがセイントだと。シリュウ、わかったよ。おいら、命に変えてもクロスをみんなに届けるよ。だからシリュウも後から来てよね。わかった、必ず行く。頼んだぞ。